ーの味素揚げを作ります。これはね、素揚げって言って私の田舎のおせち料理の一つです。大根、人参から、昆布、そしてね、揚げを入れてますね。ちょっと長いかな、少し長くて。ああ、よかった。大根より少し細いかも。人参、人参少し硬いから大根より、そのぐらいでいいよ、それ昔から昆布って縁起もんよ。そうやね、なんで喜んぶ、ザラ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 、一番下に昆布がいっちゃったね、ひっくり返したんだよね。まあまあ、まあ、混ぜ混ぜで、混ぜ混ぜして、火つけます。はい、これは大さじ1ぐらい、そんなんないか、大さじ1ないね、少しね、少し水分出てきたわ、半分ぐらいにしといてく、半分にし、そうだね、ちょっと甘めが美味しいか、美味しいかな、まあ味見してからね、味見してから味見してから、味濃かったらまた野菜を足せばいいんだけど、大根足す、大根足すね、カップいっぱい入れる、180、もうちょっといるんじゃない、ここで火が入るから、お酢の味が柔らかくなるね、そうそう、まろやかにね、お酢の味がまろやかになる、で、もう一つ入れ物しようか、ちょっと仰ぎたい、仰ぎたい、大丈夫、煮えてへん、こっちも混ぜよう、煮物になっちゃう、美味しくない、パリパリしてないと美味しくない、大根がシャキシャキって言ってくれないと、